はい、こんにちは、田原です。6月のですね、15日ということでですね、6月もですね、もう中盤になりました。折り返し地点ですね。今日はですね、もう金曜日ということでですね、まあ飲みに行く人とかですね、たくさんいらっしゃるでしょうが、今日はですね、ちょっと、まあ今これパソコンのですね、まあ、内カメラで撮ってるんで、ちょっと画質がですね、ちょっとあんまり良くないかもしれないんですけど、まあ、今日はですね、まあ、何をですね、ちょっと話そうかなと思いながらですね、思いまして、まあ、ここ最近のですね、僕のですね、まあ、プロジェクトだったりとか、そういった部分もですね、含めてちょっとお話とか、させていただこうかなというふうに思います。今回ですね、まあ、いろいろと、まあ、今回というか、まあ、先月くらいからですね、いろいろ動いていってたんですけど、やはりですね、うまくいったものもですね、あれば、うまくいかなかったものもあるということなんですね。やはりですね、こう、いい投稿だばっかりですね、してて、なんかすごいなっていうふうにですね、思われる方がですね、やっぱかっこいいとは思うんですけど、まあ、そうですね、僕のですね、やっぱ良さというかですね、まあそういった部分、まあ自分のブランディングをどういうふうに作っていくかっていうのもやっぱ大切なところではあるんですけど、せっかくですね、この LINE の方にもですね、登録していただいている方、にはですね、やっぱりちゃんと向き合ってですね、いろいろとお話、まあいい情報というかですね、やっぱりいい体験談だけじゃなくて、やっぱ失敗体験とか、そういったところもですね、きちんとお伝えしていこうかなというふうに思います。なんかちょっと、なんかまっすぐ向いているようで、なんか顔が微妙にこうなんか斜めになっているというのが、やっぱこう画像を見てるとわかりますね。結構ですね、こういう動画配信とかやっていくっていうのは、自分で恥ずかしいとかっていうのもあるかもしれないんですけど、こう自分の癖とかですね、そういったものが出てくるんでですね、まあそれっていい振り返りになるんですよね。僕で言ったらちょっと顔がこっち側にこう、逆がこうか、こう向いちゃってるので、こっち側にしながらちょっと話した方がいいのかなと思いながらですね。まあそうするとまたどん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 ずれていったりするんですけど、まあこういうですね、あ、まあ今ちょっと話それましたけど、まあこういう、まあ、動画とかでやってですね、自分がどういうふうに話しているのかっていうものを客観的に見るっていうものもですね、必要になるかなというふうに思っております。はい。というのはまあ、置いといてということでですね。今回ですね、まあ、いろいろと私もですね、Facebook の広告だったりとか、たくさんのものをですね、作っていただいたりとか、ご協力いただいている方、たくさんいらっしゃるわけなんですけど、やっぱりですね、諦めるっていうことではなくてですね、今やってることがですね、やっぱりうまくいってないことっていうのもあるんですよね。で、今見ていただいている方もそうだと思います。なんかもっと本当はこう売上が上がってるはずなんだけどとか、もっとこうお客さん取れてるはずなんだけどとか、もっと進んでるはずなんだけどっていうふうにあると思うんですよね。まあでも、もしですね、そういったふうに、想定よりも思ってる状況よりも遅いとか、うまくいってないっていうのがまだ1ヶ月くらいであればですね、まだいいとは思うんですけど、まあ3ヶ月、4ヶ月っていうふうに状況が変わっていないのであればですね、一旦それをですね、ちょっとやめるというか、客観的に見直すっていうことも必要かなっていうふうに思っています。ただですね、諦めるのではなくてですね、戦略を変えるっていうことですね。うまくいくとか、例えば収入を上げるとか、売り上げをどんどん上げていく、たくさんのクライアントさんを取っていく、そして自分もお客さんも豊かになっていくっていうような、そういう最終的なゴールっていうものはですね、同じだと思うんですけど、でもそれを達成させるための道筋っていうものはですね、ずっと同じような、ずっと同じことをやってて、うまくいってないんであれば、そのままずっとやってグッて上がることもありますけど、もしそうじゃないのであれば、戦略をちょっと変えた方がいいと思います。まあ、山登りとかとも同じと思うんですよね。富士山に登ろうと思ってて、頑張って登って行ってたんだけど、なんか歩くこととか、上に上がっていく、登っていくっていうか、こうやっていくことだけをですね、なんかずっと追いかけてて、この道で絶対いいはずだ、いいはずだっていう風に上がっているにもかかわらず、よくよく見ると、ものすごい遠回りしてたとか、いうことあると思うんですよね。それに、全然こう、歩いてるんだけど、こう、ずっと横になってると、全然上に上がらないと、いうようなことっていうのも、実はあったりするんですね。で、
やっぱりその乗り物とか、今やってることの中でも、やはり富士山に登っていくのであれば、例えば5合目とか6合目までは車で行って、そこから行くとか、まあ、最初のところからですね、歩いていくっていう人もいいと思うんですけど、登ることがまず前提であって、最短で登るのであれば、ギリギリのところまで車で行って、そこから登山した方がいいと思うんですよね。楽しみながら登りたいのであれば、途中からとか最初から歩いちゃってもいいと思うんですけど、ここの頂点にいち早く届きたいということであれば、その乗り物、まあ、ずっと探し続けるのもあれですけど、今やってる乗り物がなんか遅いなと思ってたら、自分の自転車がですね、すごいチェーンが錆びついてて全然回らなかったっていうのは、そういう状況とかって結構あるんですね。じゃなくて、例えば自転車で行ってて、あ、じゃあ新しい自転車あるわだけじゃなくて、マウンテンバイクあるわとか、あとは、ね、なんだろう、電動自転車があったわとか、あとは自動車があったじゃんとか、あとは四駆がいいじゃんとか、で、そういったふうにですね、どん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 乗り物っていうものも変えていってもいいと思うんですよね。で、最終的にやっぱすごいのは、例えば、まあ、飛行機でからもう上からこう降りるっていうのも手かもしれないんですけど、まあ、なかなかそういう裏技的なものっていうのはないので、まあ、できる限りこう最短な乗り物で、今やってるやり方っていうのは、これ乗り物の手段でもあるので、その乗り物がもしかすると違うもので、ずっと今これをやっとけば大丈夫っていうふうに思ってるものっていうのが、意外とそこ変な執着心があって、実はそうじゃない方がうまくいくっていうパターンとかもあったりしますんで、まあ、我流じゃなくてですね、客観的に見れる視線っていうか目っていうものが必要かなと思います。まあ、それがですね、自分自身で見ることができれば一番いいですけど、やはりですね、見てもらうっていうようなこともですね、大切になるんじゃないかなと思います。僕もですね、まあ、いろいろと、もうノートというかですね、僕はこういう A4 型のですね、もうアイデアノートみたいな感じでですね、もう書いてはしてみたいな、そういうですね、プロジェクトペーパーとかっていう A4 サイズのものでガンガン、いつも書き殴ったりとかしてて、今回もいろいろと書いていました。で、やっぱどういうですね、内容だったら、自分の今のお客さんもですね、結果が出せるかとか、あとは、自分自身もですね、より多くの、リターンを得るためにはどういうふうにするのかっていうようなことも含めてですね、やっぱりお互いが、いい方向にやっていくためにはどうすればいいかっていうことも考えました。で、それプラスですね、今日夕方もですね、僕の教えていただいている楓田先生にもですね、ちょっと時間をいただいてですね、どういうふうにやったらいいかっていうこととか、やっぱりうまくいってる人のアドバイスを聞くっていうことも大切になってきますので、そういったものもやっていました。で、一緒にやってたこともですね、まあ、一旦ちょっとまずはちょっとストップして、自分が、もっともっとうまくやっていけるんじゃないかという方法も、提案していただいたりとか、そういったものをやってですね、やはりお互いがいい利益関係とか、いい関係をですね、やっぱ築いていけるようなことを、していきたいなというふうに思っております。まあ、6月のですね、まあ、15日っていうことで、ちょうど中間、6月の中間でもあってですね、これからどんどんとですね、まあ、計画立ててやっていくっていう中でも、まあ、今回明日からですね、また土日が入ります。僕もですね、日曜日、月曜日で、今、福岡にいるんですけど、大阪にですね、行ってセミナーに受けて、で、月曜日は、別件で大阪の会社さんとですね、ちょっとアポイントいただいておりますので、そこに行ったりとかしてですね、まあ、私が今できることとか、ご協力できることっていうものも提案させていただきながらですね、まあ、自分が今、個人でやってますけど、まあ、個人が企業に、法人に対して仕事を提案できるっていう、こういうやっぱりですね、いい時代にもなってるんじゃないかなと思います。で、あとはやはり自分自身がですね、まあ、特にこの動画見ていただいている方は、個人でやってる方多いと思うんですけど、まあ、どういうライフスタイル、どういう働き方、どういう生き方をしていきたいのかっていうものはですね、やっぱ考える必要はあるかなと思いました。僕もですね、ずっとずっとですね、肉体労働でやっていくっていうよりはですね、やはり、ある程度のところで、例えば資産築いて、そこから、不自由なくですね、そして、自分の、例えば、まあ、今いないですけど、子供だったりとか、そういった部分で還元できていけるような、そういうライフスタイルがいいなとか、あとは時間に追われないようにとか、
お金に追われないようにとか、変な人間関係じゃなくて、やっぱいい人間関係ばっかりがですね、できればいいし、まあでも、狭いだけじゃなくて、たくさんの広い世界を見てみたいなとか思ったりするので、じゃあどういう、そういうライフスタイルってなると、どういう自分の、仕事、ワークバランスというか、ワークライフバランスというかですね、仕事スタイルが一番いいのかっていうものもですね、なんか考えてみるのもいいんじゃないかなと思いました。はい。で、今やられてることでも、例えば僕もですね、年間の今、コンサルティングとかもさせていただいてますけど、じゃあ例えば短期集中型の講座作った方がいいのかなとか、あとは、短期って言っても3ヶ月って言っては、僕は3ヶ月はちょっと短いかなと思ってるんで、6ヶ月にしようかなとか、あとはそうじゃなくて単発で学びたい人もいたりすると思うんで、ワンデーにしようかなとか、なんかそういうですね、いろんなこう考え、今は、これをやらないといけないというか、これを売らないといけないっていうな、そういうくくりがもしかしたらあるかもしれないですけど、ちょっと広めに取っていって、じゃあどういうスタイルで、仕事をしていくのが自分にとっていいのかなとか、もちろんその自分がやりたいだけじゃなくて、お客様がきちんと結果を出せるためには必要な期間とか、必要なものっていうものが何なのかっていうものは、そこは必要なとこなので、抜けちゃいけないんですけど、一番今、もしかすると、ちょっと、ストップしてしまってるっていうことがもしあるのであればですね、今の現状をちょっと見直して、で、自分自身がじゃあ、もう一回こういうふうにやってみようっていうふうに書いてもいいし、それプラス、できる限り自分の今の頭の中だけでですね、やっていく、選択していくっていうことであればですね、その延長線はその延長線にしかないんで、3ヶ月前、1ヶ月前に、もう同じように変えていかないとなと思ったことをやったかどうか、やったかやってないか分かんないんですけど、やったにしても、もし今がうまくいってないのであれば、おそらく1ヶ月後、3ヶ月も同じ思考なんで、同じ延長線にしかないと。だからこそ、うまくいってる人だったりとか、第三者の意見っていうものが必要になってきますんで、もしですね、私の方でもですね、なんか力になることができるようであれば、コメントをいただければですね、何か時間も取れるかなというふうに思います。来週のですね、月曜日だけになりますけど、大阪にも行ったりしますし、福岡であればですね、いろんな方来ていただいても大丈夫ですので、メッセージもいただければなと思います。要はですね、うまくいかないことってたくさんあるよということです。でビジネスはですね、10本あって1本当たればいいって言われてます。で3割当たればいいです。野球も一緒です。でもその分、ちゃんとバット振ってるということです。バット振らなくて、何もやらなくて、1打席だけやってうまくいかなかったって言っても、そりゃうまくいかないよということですよ。そうじゃなくて、やっぱり頑張ってですね、素振りとかやって、基礎練習やって、で、そこからですね、バッターボックスに入るチャンスが出ると、そして振ってみる。でも、うまくいかなかったってなったら、じゃあもうちょっとこう腰を落としてみようかなとかっていうふうにこう変えると思うんでですね、ぜひともそういったふうに、自分のバッターボックスに入る、そして、バットを振る、そういう数も増やしていくってこともあるんですけど、それプラス、やっぱり、もっとこういうふうにやったらよかったよっていうようなアドバイスを受ける。そういった部分がですね、やはり成長していく、そして結果に結びつけていくための必要なことなんじゃないかなと思っております。はい、ということでですね。で、今回は以上となります。で私もですね、心機一転ということでですね、名刺が新しくですね、ちょっとできまして、これでですね、またこれから活動していこうかなと思っております。はい、ということでですね。はい。私がですね、ちょっと名刺全然関係ないことなんですけど、私がちょっと今回名刺、安く済ませたいときはラスクルとかにいろいろと頼んでたんですけど、ちゃんとした印刷会社というか地場の印刷会社さんとかそっちの方がですねめっちゃ綺麗です。なので名刺を頼むときは、安さだけではなくて、ちゃんとしたところ、ちゃんとしたオフセット印刷とかそういった部分、これはオンデマンドかな、まあね、ちょっとなんかマニアックな話になりましたけど、ちゃんとしたところで、ただ安いだけでいいわけじゃなくて、質にこだわった名刺をですね作るといいかなと思っております。はい、ということでですね、ちょっと雑談が多くなりましたけど、今日ちょっと思ったことも含めてですね、お話しさせていただきました。はい、ということで以上となります。6月15日今日ですね、もう夜になりました。また土日がありますんで、ぜひともこの土日でですね、計画を立てていただくといいかなと思います。はい、ということで以上となります。どうもありがとうございました。